リオン師匠の深釣りボニー。<laughs> リオン師匠こんにちは。はいこんにちは。今週もよろしくお願いします。うん、本日いただいてる質問がですね、ゴロタでの釣りの仕方になります。うん。この方はいつもおかっぱりのシャロウゴロタで釣りをしています。うん。根掛かりしやすく、一定の水深のあるところまでは飛距離も出す必要があります。うん。 このフィールドでこの方はフリーリグでいつも釣りをしているんですが、うんえー、他に何かいい攻略方法があれば教えてくださいという質問です。ゴロタで釣りをしてて結構多分飛距離が必要だってことだと思うんですよね。あの、水深のあるところまで投げなきゃいけないっていう状況で,で、この方は多分旗を狙ってるんだと思うんですよね。フリーリグを使われてるということなんで。 何か、このフリーリーグの他にいい方法がありますでしょうかという感じの質問です。あることあるね。方法。あることあるね。ちょっと、あの、僕、うちの製品でロクンチャッターってのがあるんだけど。はいはいはい。あれね、テキサス以上に根掛か,かりしないんだよ。うん、そうですね。根掛、ね、か,かったも外れてくれるんだよね、チャッターの。あの、うん、あのグレード形状が邪魔して。 起き上がり拳になるように作ったるから、はい、それを使えっていう話じゃなくて、その延長線上でね、地球さんが今あのグレードジグエット。はい、チャターのあれつけたやつやて、ね、チャッタブレードエト、えー、写真が。はい、じゃあちょっとね、地球さんのやり方。まあ、似たようなことを多分、キューウェもやってるし、僕もやるんだよね。 そうですね。このブレードだけ買って。ブレードだけ買ってジ、ジグエイトなんかにつけると。はい。これです。これバス用のね、えー、チャターというルアーがあんだけど、その、カえブレードが売ってるんだよね。お店行くと。そうですね。うん。で、それに、これジグエイトにつけるから、これ地球さんがブレードだけ、カえブレードだけ買ってきて、 スナップはついてるからね、製品に。はいこう。ついてるので。で、そこに、こう、リングが入ってんの、ここへね。うんうん。で、これに、さらにスプリットリングを足すの。うん。足すと、ジグヘイトに対して水平についてくれるんだ。チャーターブレードが。うん。これ <laughs> ゴルタだったらね、これ引っ張ると、このチャーターブレードが立つんで、 壁になってくれるんだよね。でも、もうすごい水抵抗かかるよだから。うん、で、巻くとブルブルブルっと震えるの、ゆっくりでも。で、これはね、巻き始めた瞬間に浮き上がってくれるので、あの、ゴロバなんかでもね、すっごく根がか,かりしにくい。うん、こういうのも試してみるのどうかな。いいと思いますね。でフリーリーグだと進化がまあ ちょっと細長めのシンカーが先に回転にトンとついて、その後フリーだから、えー、ワームリグがラインを伝ってゆっくりこう落ちてくるよね。はい。うん。で、このね、シンカーが細長いから、岩と岩の間へ引っかかってヘッドスタックすることも多くなるんだよ。うん、そうですね。うん。これはね、ゴルタでね、いろんなもの使ってみたら本当によくわかるんだけど、 えー、テキサス進化あバレット進化とも言う、要するに銃弾の形をしてるわけね。はい。鉄砲の弾のような。で、そこの穴が開いてて、ラインが通って、こういう格好した進化だから、根掛かりしにくいと思うけど、あれって、こう、岩と岩の間にこう入っちゃったら、逆に突き刺さるんだよ。うん。うん。で、<laughs> フリーリーグの方も、えー、本当に根がか,かりしない進化システムってのは別にあるんだけど、フリーリーグで皆さん使ってるのは、長さにして4センチ、5センチくらいの保護重りのような形状の重り使ってるでしょ、皆さん。ちょっとティアドロップだったり、保護重りみたいにまっすぐだったり。ええ、だけど、着底させると、あれやっぱりこてっとこけるわけよね。立ったままじゃないから。うんうんうん でそれが入れたところがたまたま岩の間だったら、もういきなり最初からガツッとかかって。うん、フ,フックがかかってるんじゃなくて、シンカースタックなんだよね。そうですね、うんえー。だけど、このチャター系はね、このブレードなんで、えー、ヘッドスタックしにくいのと、このブレード自体が岩とかにかかっても、こう揺すってたらね、 起き上がり拳みたいになるの、これ視点が。まずこのスナップの先端にリーダー結ぶよね。うん、はい。そうすると、ここのブレードのど真ん中にスナップつけてるから、ここへ視点があるじゃないで、なおかつ、ここの部分にも視点があって、最後はジグエイトの i のところに視点ができるから、それをアングラー側から引っ張るとですね、 ケツがこう動いてくれるんだよ全体がこう動くから、ポローンと外れてくれるの。で、ブレードが邪魔してフックスタックしにくいんだよ、チャーターは。う,ーんうんあ。意外に思うほどフックスタックしない。だから僕があの、旗つるのにロックンチャーターというものを作ったのはそういう理由があるのよ。うん、便利ですよね。そう。で、地球さんはスタックの激しいところはこうやってオフセットフックに。 にして、針先をワームで隠しちゃうという手段だよね。うん。うん、あ、これはフリーリグで皆さんやってると思うの。フリーリグで旗釣るときには大体の人がオフセットフック使ってるよね。そうですね。うん。で、こういう、なんか、なんだろうね、あの、寝魚用のシンカーにオフセットフックカッチャンコ刺して、 えー、カイブレードにちょっと細工、ちょっとだけ、スプリットリングつけるだけという、簡単な細工したものをセットするだけ。これちょっと試してほしいな。あとは、なんだろうな、えー、っと、フリーリグのままで何か根がかりをあまりしないような対策って、何があったっけな何をやってたっけな まずね、ロッドあるよね、ロッドが。あ,あ何のロッド使うかですね。うん、これね、ゴルタバって書いてあったっけゴルタですね、はい。あ、ゴルタバだとね、足元で釣りできないでしょそうですね、投げなきゃいけない、ね、投げなきゃいけないでしょそうすると、6フィート、7フィートの竿だと、ライン角度がすごく浅いんだよね。うん。これが根掛かりの原因になっちゃう。 だから、ゴルタバでやっとけば10フィートぐらいのさし方が必要だよ。そうですね。7.5フィートと10フィートじゃん寝かかり率が倍ぐらい変わる。うん、うん。今の僕たちだったら間違いなくティラドール持っていくよね、そういうとこじゃ。そうですね。間違いなくそうですね。間違いなくベイトのティラドール持っていく。で、なおかつ、PE はもう2号ぐらい使ってリーダーも30ポンド使う。うん。で、この辺のリグだったらフック伸ばして回収できる。 うんうん、そういう工夫をするよね。そうですね。こう、ライン角度が、竿が長い部分、こう、急に作れる。竿が近いと、こう、うん、なだらかだよね、ライン角度が。うん、これが中がかりの原因になるのと、えーの、ゴロッターで旗を釣るときに、僕は、遠投しない。はい あなるほど、うん。手前から手前から探っていく。うん,うんうん。遠投すればするほど、あの、パ、えーね、スタバの確率は高くなる。うんうん、ライン角度が浅くなっちゃうんで。うん、だから、手持ちの竿で、えー、パワーが見合ったもので、一番長いものを持っていって、うんえー、ゴールタの最初の落ち込んだところ、水深50センチぐらいのところから始める。うん、で、次は水深1メートルぐらいのところまで投げて。 で、水深2、3メートルぐらいのところまで投げる。で、ドーンって遠投したら、あの、フリーリグだろうが何だろうが、丁寧な底取りはしない。うん。なぜなら、スタックするから。うん。遠くへ投げると。うん。そうなると、あの、フリーリグでも、あの、何だろうね、スローにじくじくした釣りじゃなくて、フリーリグのシンカーのてっぺんで、 海底をツンツンとやるような釣り方。うん。ツンツンって。止める時間をなくす。うん。それで十分釣れる、は。たはね。ちっこく、うん。ねちっこくやらなきゃ釣れないって、あの、感じがする方も多いんだけど、全然そういう方法で釣れるから、それも一つの、もうやってらっしゃるかもしれないけど、質問者の方が。うん、うん。それも大きいよね。 僕はあと、もしゴロタで遠投する場合は、結構リーダーの長さ気使いますね。なんか、ゴロタだとい、うんいい、岩にすれそうなので、でもベイトだとリーダー長く取れちゃうじゃないですか。うん。そうすると結構沈んじゃうんで、そう。あんまり、まあ、ちょっと勇気を出して、少し気持ち短めにして、なるべく P の浮力を使って浮き上がりやすいようにみたいなのを考えますね。ゴロタっつったってさ。 こんな一国も大きな岩じゃないじゃん。うん。大体人間の頭からもしくはその3倍ぐらいの大きさ。うん。こんぐらいまで。だったら、その高さありゃいいんだよ、リーダー。要するに、やびき。やび、ねうん、きあいゃ十分なんだよ。うん。だから僕らがなんで、あの、一広、二広、三広っていうロングリーダー組むかって言ったら、それは、ボートからロックエリアを釣るときに、 一軒矢ぐらいあるような大きな岩があったりするんだよん。うん。だから3メーターも4メーターもロングリーダーにしとかないと PE が全部岩に釣れちゃうんだよね。そうですねそ。ロングリーダーってのはその時用なので、ゴロタだったらね、一尻を取っとけば十分じゃないうん。で、あともう一つコツがあるんだよね。例えば、ゴロタ場でキジハタを釣る瀬戸内なんかでもナイトキジハタやる人でゴロタでやる人。 PE 何号使ってるかしたら1.2号とか1.5号の人が多いんだけどちょっと分かってる連中は2号使うんだよ。うんで、デイで本格的なゴルターを僕やるときは下手したら3号巻いていくことがあるのお、なるほどこれはな。なんで3号巻くかせたら今キューベ、ュ兵衛がヒットくれた通り圧倒的に浮力高くなって糸を浮くんだよ。アングラが立ってて 海面落ちていって、こう、大き、投げた糸が、海面に落ちたら、それがずっと水面張っていって、キャッシュした先でストンと落ちるじゃない。はい。この、細、P ラインが細ければ細いほど、陸に引っ張られて沈んじゃうんだよね、こう。うん、ところが3号ぐらいになると、パーン投げてあの、ラインスラック出したままだったら、3号の P だったら、こう浮いてるからね、こうやって。うん、確かに。でしょ でスラックをきっちり取らないうちに、何回か前のこの復活レ彫りでも話したけど、スラック出したまま一回ポンと煽ってやるんだよね。うううんうん、うん張らずに、張ってからこうやるとガツンってかかったりするから、水面をこう緩く、ラインスラックが出た状態で、エギングのように最初、一発目をふわって煽ってから、ちょっとテンション張りにいくと根掛か,かりしにくい。 やっぱりもう、ゴルターなんてのはね、P2 号推奨ですよ。そうですね、2号ぐらいあると、あと、さっきのチャターとかのフックがもし引っかかった場合は、うん、2>, 2号を基準にまあリーダーも合わせると結構曲げてね、ちゃんと回収できますよね。ほとんど取れちゃうね。うん、オフセットであれば特に曲げられると思うので、うん、スーパー太軸の針とかじゃなければ。うん、そうそう、シングルフックのごついやつはきついけどね。うん、オフフセットフットクなんかは 太軸のものないからね、存在しないんで。うん、あれはね、やっぱり P2 号にリ,リーダー30ポンドだったら大抵金負けて回収できる。そうですね。<laughs> うん、そこもことだよな。あと、フリーリーグなのか、自家リーグなのかって話もあるんだけどね。意外に、フリーリーグでもさ、あんまり間取らない、この、うん、なんて言ったらいいの エギングを上にしての距離をね20センチ30センチに短めにして、うん、進化がそこついた瞬間にポッと竿で持ち上げるよな、うん、スピニングでキャストしたらフリーフォールじゃなくてテンションフォールさしてね、うん、カーブフォールねベール倒して、うん、カーブフォールさしてずっと待ってたらトンってくるじゃん竿先に、はい、でその時にはもうベール倒してるわけだから、うん、トンってなった瞬間にトントンって持ち上げるのよ うん、本当そこから仕事するわけ、こうやって。えそれもね、やっぱり根掛かりを半分くらいまでへせるんだよね、そういう作業って。そうです。進化からペグまでの距離が長すぎたり、うん、あと、まあ、完全にペグつけないで本当のフリーリーグだと、うん、ゴロタの場合って、ボンって飛び出してきた赤旗が、持ってってそのまま潜っちゃうって時があるんで。 そうなるべく気持ちそのね進化の移動距離っていうんですかねは短め短めでやってみてどうしても食わなかったら長くして間を取ってリスクを上げるみたいな感じですね。進化がここにあるの進化がここにあるのに食わせのはもうこ五六十センチまだ上の方にあったとするよねふわっ、うん、で横に潮が効いてたりすると余計降りてこないんだよ。そうなんですよ。あむか で、こう、上で動いてるから、下から出てきたのが、バーンと加えて、ゴーンと引っ張り込まれると、ここに余裕があるから、潜られちゃう,うでパターンだよね。で,で,でさっき、自カリグっての、ポッと俺口に出したのそ、そこなんだよね。えー、えー、自家リグの場合は、そのタイムラグがないから、食った瞬間にゴーンって <laughs>、まず、ドカンって脳震盪を起こさせておいて、ガリガリガリっと巻けば、大体引き剥がせるんだけど、フリーリグで、この距離が長いと、それができない。 うんうん、なんか結構ね、魚に潜られることが多くなんだよね、フリーリーグって。そうです、ね、<laughs> まあ、なのでさっきのチャッターみたいなのって、ほぼほぼ直りグみたいなもんじゃないそう,そ,うそうです、そうです、そうです。あれだとね、もう一瞬で勝負をつけにいけるので。<laughs> うん、一瞬で勝負ついちゃうね。<laughs> うん、それぐらいかな。それぐらいだね。これ以上のアドバイス、何かしようがあったか あとはもうあれですよね。気合でシンキングペンシルで上から釣るとかいう、ちょっと極芸的なあれになっちゃいます、ね、<laughs> そのゴロッタ場がどれくらいの水深でどんなロケーションかはちょっとわかんないけども、僕なんか昔よくやった手法はね、やっぱバス用のクランク入れるよね。ああ、はいはいはい。フローティングクランクなんうん。えー、あったかなないね。 えと3メーター潜るやつとか5メーター潜るやつとかあるので大体僕は5メーターレンジも潜るクランク好んで使うんだけどゴルタパで遠投して目いっぱいの遠投してまあ,あのクランクなんでそんなに飛ばないからね空気抵抗あるから、えーえー、まあそうだろうな40メーターぐらいバシー投げてで着水したらライン落ち着かせたとこからこうガーッと巻くとぐいぐい潜っていくよね。 はい上を潜っていって、ボトム、ゴルター石に、クランクの,あのロングリップが、コンってコンタクトするわけ。はい。コンってコンタクトしたところで、まく手をぱっと止めて、さおを前に出してやるの。うん,うんうん。テンション抜いてあげて。そう,う。潜った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 、ボトムの石に、コンお、こうやるの。そうすると、えー、クランクはゴルター石に、リップが当たるんだよね。で、フックはボディの下に隠れてるから。この状態では えー、クランクベイトは宙に浮いてるんだよ。リップだけが、キ、うんだっ,っ,って。で、当たった瞬間にポンって戻してやると、ふわーってキックバックしていくんだよ。うん、これに、ドカンとくる。うん,う,んうん、うん、うん。うん、ゴールタの魚がねだか、青物でも寝魚でも <laughs>。で、思ったより、ジグヘッドにワームとか、テキサスにワームとか、えー、フリーリグとか、 よよよりも、まあ、室によるよゴルタの質によるんだけどなんだクランクの方が根がかりしないじゃんって、うん、しかもよく釣れるじゃんっていうの浮きますしね浮く、うん、こからねまあ僕はキジキジハタもだけどカッサゴソイソイもムラソイ黒ソイベッコウソイキジハタ辺りをこれずいぶん昔なんだけどね うん、クランクやってたの,あのそう結構かなり釣ったよこんなクランクにこんな傘が送ってくるもんね <laughs> <laughs> それもせっかくねあのゴルフフィッシング楽しまれてるんなら、えー、フリーリグ一択ではなくて、うん、ナ夏の時グにトレーラーワームつけるとか、うんねえー、さっきの地球産 チャターブレードのジグヘッドにつけるとか、えー、ちょっとプラグも投げてみるとかやって楽しんでいただけたら楽しいんじゃないかと思います。うん、はい。まゴロタバってなんか浅いし、ガチャガチャだしって敬遠する方もいると思うんですけど、こう,うまくやるとね、人もいないし、さお抜きポイントだったりするんで、楽しいですよね。ねほとんどなので、ぜひ今日の。 えー、内容が質問いただいた方にの超過につながることを願っております。今日の動画、役に立ったよとか面白かったよという方いましたら、ぜひグッドボタンと、あとまだの方はチャンネル登録お願いします。あと引き続きいろいろな質問を募集してますので、何かあったらコメント欄までよろしくお願いします。ますじゃあ、両師長、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃまたね。